クワイは、オモダカ科の水生多年草である、オモダカの幸い品種である。別名伝草、塩微草、クワイとも言う。歴史が古いことや葉の形から、地方では様々な呼び方がされている。日本などで食用にされる。クワイの語源は、収穫した外観が農器具のクワイに似ていることから、クワイモと呼ばれたのが、添加してクワイになったという説や、カワイモが変化したという説や、 クワイグリから転じた塔の伝承がある。大陸から伝わった根菜の一つで、ベトナム語では根菜を一般に、恋と表記し、語感的には、クワイと聞き取れることから、そのままその呼び名が日本に入ってきたと考えられる。日本へは、平安初期に中国から伝来したという説がある。アジアをはじめ、ヨーロッパ、アメリカの温帯から熱帯に広く分布する。野生種は、 東南アジア原産とされているが、栽培品種は中国で作られた。クワイの栽培品種は、青藍色の青クワイ、丹青色の白クワイ、小粒の水クワイの3種類があり、いずれも水田で栽培される。葉は矢尻形をしており、原種の重高かに比べ、海景の大きさが大きくなる。水クワイは最も野生種に近く、牧野富太郎はトライ系とは別に、 日本で栽培品種化されたおもだかの品種として学名を与えている。日本での主流は青くわいでホクホクとした食感が特徴である。白くわいは中国での主流であり、シャリシャリとした食感が特徴。澱粉質が豊富で栄養価が高く、1 0 0ムあたりのカロリーは1 2 6キロカロリーとさつまいもに近い。炭水化物のにカリウム、 カテキンなどを含む、クワイの会計。芽が出るということで、おせち料理などにおいて、縁起物とされる欧米では干賞用が主である。日本と中国では会計を食用とし、特に日本では、芽が出る縁起の良い食物と評され、煮物にして、おせち料理で食べられる習慣があるため、世界でも日本で最も普及している。会計は皮を剥いて、水にさらし、 アクを抜いてから調理する。周酸を含むので、茹でこぼすのが良い。ゆり根に似た、ほろ苦さがあり、煮物ではほっくりとした食感が楽しめる埼玉県は、広島県に次ぐ、全国2位の生産量を誇っているが、宅地開発などが進み近年は、減少方向にある。県内最大の生産地である、越谷市では、地元の研究会が加えを使ったチビールを世界で初めて作るなど、 クワイの普及活動に努めている。腰ヶ谷市商店会連合会ではクワイを使った演技コロッケのご当地グルメ化を図っている。広島県福山市ではスナック菓子、クワイっ子やクワイ上中、福山育ちが売られている。大阪府吹田市では吹田クワイを使ったクワイ上中、めぶきが売られている。落語、桃川からクワイの均等が小道具として登場。クワイを ぐっと飲み込んでと頼まれ、勘違いして、加えの均等を丸飲みしてしまう。ありがとうございます。